船坂峠は、兵庫県赤穂郡上郡町那敷原と、岡山県備前市三関との間に位置し、両県の県境をなす峠。偶然通った峠道です。長船サービスエリアから向かいました。日差しが強く眩しいです。撮影しててよかった。短い動画になりますが、ご覧ください。提供は、トゥージュドライブファクトリー、アスカ企画の提供でお送りいたします。よし、取った。あったね。トンネルの上に船坂峠はあります。なんかそんな感じしたから。ずっとこう峠なんだね。うん、なんか峠って感じするよ。広島に行く際に通行した国道2号線の峠道です。長船サービスエリアから船坂峠に行きました。寝なきゃね、もっと早く来たんだろう。そう、来た。16時間ぐらいか。退社記念撮影。16、7時間ぐらいか。お風呂と夕飯をいただきました。お総根サービスエリア様 HP。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。